どうも、アキです。栄冠ナインやっていきましょう。はい、5年目のシーズン、甲子園準々決勝からやっていきたいと思います。いや、まさかこの年ね、こんなところまで来れるとは思っておりませんでした。来年の甲子園優勝をね、目標にやってきたんですが、今年もいけそう。いや、今のね、2年生の代が本当にすごそうですね。3年生のレギュラーは2人というところでやっていきましょう。はい。まあ、勝田でいいかな。あ、じゃあ板垣にしよう。はい。行きましょう。試合開始。前評判 C だったのでね、この高校は。で、今ね、ちょっとみんな体力がなくなってるので、まあ合宿から甲子園来るんでね、なかなか休む機会もないので仕方ないことかもしれませんが、鳥取県代表。はい。ちょっと体力が減っているということだけ頭に置いておきたいなと思います。いや、勝田左なんだよな。半端なくロマンだよな。いや、もう、まあね、こういうこともあるさ、総合戦力 C と言われてからの A。こっちも総合戦力 B あるんでね、でも。ちょっと拝見させていただこう。強いチームってあんまり A 転換、あの OB とかね、あんまりプロの選手、現役の選手いないなっていうイメージがあるんですけど、やっぱり転生がいないイメージがあるんですよね。はい。で、キャッチャーの方も良くて、ピッチャーもいいね。もう勝つしかないね、これは。さあ行きましょう。まあ2連覇できれば超かっこいいんでね、勝田、そして板垣の年。もうこの年だよな、本当に。あ、プルヒッター入れ、ホームラン、よーし、ナイスプルヒッター、やばし、いいねー、素晴らしいね、ありがとう。ノーアウト1塁。さあ、もう1回引っ張りでホームラン。プルヒッター持ってるんでね、この通り。もう初球からどんどん振っていってもらおう。いいね、いいね、いいね。ゲッツーアウト、ゲッツー。勝田、頑張れ、頑張れ、勝田。ノート2塁、勝田。バント全然あり。バントはあり。いや、でもまあ、あれだな、引っ張りで、ランナー進めるっていうのも一つ手としてあると思うんですよね。うわ、三振か。バント失敗するからな、よく。そこが怖いところである。宮内。これで。くそー。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。今のはね、数字がでかいのを信頼したんですけど、結果オーライ。さあ。どうしようか。でもゲッツーどうせあるしな、送りバントはやだな、ワンアウトだから。いや、3年なんでお任せで任せよう。うわあ、さあ、阿部日持ち、そう、2年とかはね、カードが渋くなりがちなのに、3年よりね。なので来年は絶対もっと強いぞ。戸田、よし、頼んだ。満塁ホームランじゃん。あ、待て、お任せの方がいいか。数字がでかいし、3年だし。お任せ、頼む、戸田。抜けろ、え、セーフになるでしょ。よし、オッケー。優勝しちゃう、甲子園優勝しちゃうやつ。あ、究極の思考全然使うのありな場面だけど。頼む、板垣。よし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 、オッケー、惜しい、もうちょっとで入った。板垣大活躍だね、いいね。お任せでいこっか。大平の打率が良くないな、2割1分8厘か。よし、さあ、勝田、この回じゃあファイト使いましょう。よし、ゲッツ、惜しい惜しい、
まあ、ファースト守備方上げてないしな。でね、ほんと前回死球ついたのだけが悲しかったんですけど、まあ、フォアボール、まあ、大丈夫でしょう。プロ野球選手が直してくれるよ。いや、いい能力。ほんとにこの赤徳能なければ、すごいいい能力。ショット取れる。よし、オッケー、オッケー。え、マジで優勝できちゃうこれ、この年。やばいぞ、やばいぞ、来るぞ。へばってるぞ相手。よし。え、総合戦力 A の相手にこんなボロ勝ちできるの。また1年を出すなんていうことをやっちゃうよ。これも使おう。あとプルヒを信用してここまでねやってきたんで、引っ張りでいきましょう。よし。え、入る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 。惜しい惜しい。板垣強え。将来的にね、ミートパワー肩 A 行くんじゃないかなんてね思ってるんですけど、無理かな。ラッキーボーイ。6点差。伝令はなしでいこう。よーし、オッケー。いいね、ショート。うまいね。え、マジで強いな。マジでウーム高校強いな。さあ、1年出すか。もうさすがに代打出そう。もう3年の代打とかはいいや、もう。1年中心で出していきたくて。ダイソー。あ、また、あれですね。栗山監督が変わってますね。はい。となると、いや、まあ、そうだな。野口出すか。これキャッチャーに入れるのは怖いんで、これを代打に出して、でも早速盗塁させるよ。さあ、総力 S100 を見せつけてやるんだ。 OK、 野口ヒットエンドランはさすがに怖いので、まあ最悪ランナー進めてくれれば OK。で、あれか、またここでダイソーとか出せばいっぱい出せるんだ。よし、 OK。 熱血。よし、 OK。 まさか総合戦力 A の相手にこの戦いができるとは。で、ああ、2人ともそっか、いいピッチャーなんだ。もう別にいいピッチャーだ、普通に。で、平林を、オッケー、こういう感じ。違う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 。平林がピッチャーするんじゃないよ。ちょ待って、キャンセル。なんで平林がピッチャーしようとするの？変えらんねえ。あ、一回。一回これやってから、ここで変えられなかったんですよね、今。よいしょ。はい、わかりましたよ。わかりましたよ。また一人投げたらいいんでしょ。さあ、究極の思考が。さっき正解は先にピッチャー交代してから、この画面に映ってから守備変えたらよかったんだ。はい、甲子園でも平林がワンアウト取るやつ。よし、オッケー。平林投げさせたかったんですよね、せっかくなんで。で、守備変更で。こう。オッケー。ちょっと、オッケー、いいね、いいね。で、タイム、投手交代。オッケー。で、野手全部使い切りましたよね、多分。守備交代。あ、まだ一人いた。外野手三塁。まあ、ここに出すか。オッケー。さあ、いけ、並木。よーし、オッケーだ。
え、本当に優勝できちゃうぞこれ。優勝できちゃうぞ。夏の甲子園大会準々決勝戦を勝利しまして、ベスト4が決まりました。ウム高校優勝できるかな。ここスキップしなかったら毎回効果聞けるんですね。サムネイルこの辺にしようかな今回は。板垣がなんとなく古田に似てるっていうコメントあったんですけど、確かにメガネかけてるしキャッチャーだし、能力的にもねなんか古田っぽいんですよね。確かにキャッチャーもついたし。映像綺麗な、本物の甲子園みたいですね。もうなんか、はい、というわけでね、もういいよ。本物の甲子園みたい。全員出せた、ナイス。強いなー。これで3年生のレギュラーが2人しかいないっていうね。板垣満塁男あんだ、いいね。本当に甲子園は成長しますね。それにしてもいやー成長するのー。あの緑マスはしっかり止まっておきたい。いや準決勝だよ、もう準決勝。ほらこんな雑誌の特集組まれてるよ。前評判 C、 もう行きましょう行きましょう。そのままもちろんね。一年当初はさすがにベンチ入りさせるの怖いんで。まあ4番の戸田かな、これは。まあ浅いでもいいんだけど、やっぱ戸田ですかね。ちょっと勝田のね調子が怖いけど、行こう。で、やはり勝田は変化球中心を持ってるんでね、秋大会終わったら進化を覚えさせてね、来年の大会はね、コントロール A、150キロ、で、444ぐらい変化球、で、ツーシームも持ってるよと。で、スタミナに関してはもうね、C で、まあ、同い年にね、キャッチャー B 持ってる板垣がいるんで十分かなと思います。先行チーム、先制のチャンスです。ワンアウトランナー、一塁三塁という場面で。うわー、やっぱり、そりゃそうだよね。もうここまでこう、あとだって全国トップ4だよ、今もう、ウーム高校もそうだけど。ね。こら。どうだどうだどうだ、勝てるか。うわ、大野、あ、中日の大野か。キャッチャーは、うん、肩いいね。まあ、勝てるでしょう。さあ、どうしよう。まあお任せでも全然ありかな。3年だし。よし、入る？入っちゃうの？ホームラン？いやーこいつはプロ行くな。こいつはプロ行くな。こいつとセカンドの山内と、あとまあ並木がプロ3人生きてくれればいいんですけど、並木は無理か、さすがにそんな出してないし。ヒットエンドランでも全然いいんだけど、ヒットエンドランしてみよう。ヒットエンドラン。レフト落下点に入りました。取りました。ボールは中継。これで2アウト。いいね、4対1。また全員出せるぞ。てかやばいぞ。いや本当に優勝できるじゃんこれ。負けそうな気配がないもん、この前評判 A の相手に2回とも。え、これ来年めっちゃ強くない？今の4番バッターの代わりはまあ荻野がいるんで、そんなにはね変わらなくて、実際戦力的に。でセカンドがまあちょっと落ちるかなぐらい。でもまあもちろんもう1年成長するんで、この代ももっと強くなりますよね。え、これ2連覇あるぞ。2連覇見えてきたぞこれ。で、2連覇すれば、それだけ甲子園での経験が
経験をね積むことができるんで、また成長するので、それ考えるとね、また来年も強いチームで、こうやって1年とかうまく出していけば、どん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 次の代も強いチームにしていけるので、これ V9 来る、ウーム高校 V9。 タッチアップできるんじゃない？できないか。これでツーアウト。うん、魔物まだいいかな、置いとこうかな。よし、いや強え、マジで強い、負けそうな気配がないぞ。先頭チーム1点入りました。5対1。 栄冠9ほんと面白いですよね。結構コメント欄でもアキさんの栄冠、多分アプリのパワープロとかを見たくてこうチャンネル登録してくれてた人が2016たまたま動画見てくれて、で、アキさんの栄冠9見てね、面白そうだったんで2016買いましたっていうコメントが多数いただくんですけど、面白いですよね、本当に。どうなんだろう、見てたら多分僕も買いたくなるような気がする。持ってなくて自分があれだったら超面白い、飽きない。そして今のところ全然飽きないてか、目先に育てたい選手がいっぱいいるので飽きる可能性がほぼゼロに等しい。だからね、友達に言われてたんですよ、栄冠9やったら廃人になるぞって。意味分かったよね。でもまあ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 、動画のペースでねやってってるんで、まだ僕の場合はマシかもしれないんですけど。よし、 OK。 ちなみにね、本気出せば1日でこれくらいのとこまで来れますよ。5年ぐらいだったら、1日中やってれば、全然5年間だったらね。まだ30分尺の動画を30本ってことは15時間か。まあ頑張れや、1日でこの辺ぐらいまで。まあ僕は喋りながらやってるのでね、あと全然可能だと思いますね、1日でこの辺まで来るのも。はい、ゲッツーやめて、ゲッツーやめて。よし、 OK。 ランナーは1塁変わりません。いやー、篠田も、うわ、オール D になった。で、この特殊能力の良さです。で、送球も C なんですよね。で、ショート。いやー、強えなー、篠田も。もう魔物使いましょうか。いや、もう魔物使うまでもないんですけど、もはや。4割打ってるぜ、こいつ。あ、栗山。急成長がたまに使えないまま終わっちゃう時があるんで、もったいない。勝手に変えられるんですよね。まあ3年の方が能力がちょっと高いとみなされて、いやでももうオール D ですよ、もうオール D ですよ、すごいですよ栗山も。いやー、栗山監督、いやー栗山監督、あ、とりあえず僕栗山監督に関してはあのオール B、 オール A、 オール C とかいう感じで全部ねまんべんなく育てていこうかなっていう気持ちはあります。どこまで育てられるのかね、ちょっと期待したいですね。代打出してもいいんだけどな。まだ怖いな。まだ7回、あと3イニングもあるから、さすがに甲子園何が起こるか分かんない。いやばいぞこれ、やべえぞ。6点差か、まあ、もうちょっと8点差ついたら考えよう。いやー、転がせって言ったんだけど、綺麗なセンター前ヒット。まあ、転がしたようなもんか。いや、すごいな。で、盗塁うまくて、盗塁がうまくて、足もそれなりに速いので、彼は。さあ、ここでじゃあ、ヒットエンドラン。全で。よし、これで。レフト取れるぞ、レフト。おっしゃ、いいね、守備も上手くなってきたぞ、いろいろ。二遊間もそうだし。
今年優勝できるとは思わなかった。もう本当にずっと見てくださってる方はご存知の通り、もう、ね、今の3年生が入ってきた時の絶望感半端なかったもんな。不作すぎっていう、これいや面白くねえぞこの不作はっていうぐらいのね、コメントもそんな感じだったのに、まさかですよ。何が起こるかわからないですよ本当に高校野球は。まあ2年がね逆に超豊作だったんで、それもあるんですけどね、もちろん2年が超豊作だったというのはあると思うんですが、さあ戸田プロ入りしてほしいな本当に。言っても3年生で4番なんだよ。まあでもあんまりやっぱ能力高くないですけどね、そう考えると。もうピッチャー変えてもいいかな、変えますか菅野。まあまあまあやっぱ勝つと投げてもらおうか、もうちょっと頑張れ。言ってもお前がエースだ。120何、もうね本当の高校野球だったら変えた方がいいですよね。次もう次の日か決勝あるんだから絶対変えた方がいいけど、それがないんですよね栄冠9は。その辺とかも全然今後アップデートとかで反映してくれても僕的には構わないんですけど。いいね栗山監督も。はい、さすがに代打出します。まあちょっとねこのキャッチャーを守備につかせたくないっていうのがあってね、割と代打に出したいんだよな。代打かダイソーで出したいんだよな。さすがにキャッチャー変えたくないんですよね、怖いんで。君が出てくれれば平川で来年セカンドも持ってくれるんで、この人は。でももう能力十分じゃん、もう十分じゃん本当に。いや甲子園経験できてるのはでかいよ、何がでかいですわ。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。よしオッケー。そして今拾い直した、記録はサードのエラー。魔物使いの、あここ代打だ、そう思う。こうだ、よしオッケー。でさっき代打で出たやつをあれしよう、持ち前の熱血が力をセカンド守らせよそのまま。残念、スリーアウトになります。ランナー1人も、はい。というわけでピッチャー、あさっきと同じことやったらちょっと恥ずかしいんで、とりあえず菅沼に変えて、これでとりあえず OK 押したらいいのかな。もう一回 OK 押そうでからのタイムで守備交代。あっ、あ普通にミスった。このピッチャー枠にいたやつを本当はセカンドに守らせようとしてたのに普通にミスっちゃったやな、痛い。まあいいや、これで平林も出して荻野、よし OK。 いやいいねいいね菅沼も。年齢一応守備上げとくか。大丈夫、7点差あるんでね。あ藤倉、え、ちょ待って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 、藤倉って左投げなの、なのに三塁のサブポジあるの、こいつややこしいやつだな、ちょっとややこしいやつだな。サード、よーし OK。 あゲッツ取っちゃう、危ねえ危ねえ危ねえ、取ったらダメなんだ。で、投手交代で最後また並木を出して、で守備もタイム全部出します。守備交代野口だけか。お野口、野口まさかキャッチャーにつくことがあるとはな。野口、いや
アウチ、アウチ。広げてしまいました。バッターは2年生神保。伝令投手能力上げる。いいね、強いね。並木はもう低め信じます。低め丸め。あらら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 、ら大丈夫です。まだ外野には平林くんがいるので、いくら打たれても大丈夫です。あれ、でも本当によく打たれるな。あれ、並木がよく打たれるな。決勝戦信じられなくなっちゃうよ、こんなに打たれると。低めがあんま良くないな。低めっていうコマンドにあんまいい印象がないですね。よし、 OK。 よし、準決勝も本当に順調に勝てましたね。いやー、これ本当決勝勝てるんじゃないか、優勝できるんじゃないか。いやー、これ優勝来るぞ。もういいっすね、さっきこれ見ましたね。全く同じところをさっき見ましたね。はい。マジか、もう負ける気がしないもん。総合戦力 A 相手でも OK。ちょっと並木が変なのついてない。よかったよかった、ついてないですね。見てください、もう能力がすごい、めっちゃ上がってる。いやー、栗山監督もすごい、総力4も一気に上がってますね。栗山監督総力一気に4上がってる、すごい。平林も総力 S100 にね、近づいてますね。いやー、強いんじゃないでしょうか。これは菅沼のコントロールも2一気に上がってたりね。勝田パワーが D になってる。もう野手としてもいいじゃん、もう。コントロールも B になった。勝田いいね。いや、いいっすね。本当に甲子園っていうところはね。お、名門校になった、しかも。名門校が一番上ですよね、確か。やった、一番上のランクまで来た。やったぜ。練習指示しようかな。そうっすね、一回ちょっと練習指示したいかな。甲子園ね、一気に上がるので、もう、並木153キロ、やべえ。まあ、球速アップでいいや、でも。菅沼、そうそう、もうコントロール C60 来たので、では、菅沼、まずは進化を、変化球、磨くで。進化をちょっと磨いてください。で、勝田。制球、もうコントロール B になったので、どうしようか、勝田。スタミナじゃあとりあえず上げるか、 B までは持っていきたいし。で、小原。いや、やっぱ球速でいいや、球速アップでいいや。小原スタミナもう十分そうなんでね、まあ、この辺は変化球磨いておいて大丈夫で。ミートアップは野口も意外と強くなったな。板垣、いやー、いいねー。板垣ミートアップ、ミートアップ、いや、いいね。これ本当に盗塁できるじゃん、もう。総力アップ。この1番バッターね。よし、なんとか、オール C 持っていけないかな、山内。プロ入りしたら、なんとかいけそうな気もする。ミートアップ。これは代打、代走要員ね。で、さすがに大平、こうなってくると、まあ、パワー A まで持っていってからミートちょっと上げるか。まだパワー上げるか、やっぱり。守備アップ、ショート。そう、やっぱショートはまずはオール C みたいな形に持っていくべきだな。いいね。いや、ほんと強くなりましたね、このチームも。素晴らしい、素晴らしい、もう全体的に素晴らしい。本当にこいつも来年センター守れるでしょう。いや、素晴らしい、本当にもう素晴らしいの一言に過ぎるぜ、ベイビー。いや、栗山監督、次は肩だ、肩。よし、OK。すげえ、栗山監督。はい、というわけでね、次回の動画で甲子園決勝をやっていきたいなと思います。
いやーこれは楽しみ、もう楽しい、やばい。お、導入しとこう、とりあえず先に一枚所持だから大丈夫だよね。壊れそうだったらやめたい、持っておきたい。普通の的交換券か、まだ大丈夫かなって考えると、ちょっと待てよ、やっぱこれか、1600円のやつか。ちょっと土を買うのか迷ったんですけど、機材お楽しみ交換券を買っておく方がやはりね、機材が整うと練習もいいのが出てくるので、それの方がいいかなと思います。よーし、 OK、 やばい。だからこれもし名門から強豪校に落ちたとしても黒土のままですもんね。去年は甲子園で負けて強豪じゃなくなったんですよね。それがちょっと辛かったんですけど、今年はそこも大丈夫でしょう。はい、では機材お楽しみ交換券使いましょう。ミニハード、ベンチプレス、オッケー。もう一個練習しとこう。お、いいね、オッケー。というわけで一応見ると前評判 B、最後ね、もう B でも A でも関係ないっす。もう勝って本当に不作の年にね、優勝して終わりたいなと思います。いやーマジか、この年まさか甲子園決勝まで来れるとは思ってなかった。もちろん初の決勝です。はい、もう準決勝確定してるっていうだけでもウキウキするんですけども、優勝を狙ってね、頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆さんご声援のほどよろしくお願いいたします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、ウーム高校甲子園優勝頑張れという方はぜひとも高評価押していってください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。